どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10眠れる勇者と一匹の盟友初見実況をプレイ始めていきたいと思います。さあではね、前回ね魔法レンズを取ったところで終わっているので、今回その魔法レンズを、秘密会議室のところに届けに行きたいと思います。さあ多分今日はそんなに時間はかからずにサクッと終われるような気がするので頑張っていきましょう。あ、待って、間違えたわ。港に行っちゃった。でもここら辺もさ、調べてないんだよ、しっかり。まあいいか。はい、秘密会議室。ここ BGM ないからね、秘密会議室。これか。バージーおじいさんは待っておったぞ。ありがとう。そんで魔法レンズはちゃんと手に入ったんじゃろうな。わしに渡してくれるか。はい。ふん、これはなかなかに質の高い魔法レンズじゃの。お前さん、良い仕事をするではないか。よし、早速修理を始めちゃうとするぞ。なに、わしの手にかかればこんなもんお茶の子さいさいじゃ。すごいね。終わった終わった、これでバッチリコント治ったはずじゃ。お、ルシェンだ。どうだ、そろそろ装置の修理が終わったのではないか。タイミングいいね。しまった、まだここにいたとは。うかつ、ルシェンダ・ヒーバーさん。ヒーバーさん、久しぶりじゃ。だからお前をここに呼ぶのは嫌だったのだ。相当ルシェンダさんってヒーバーさん、年を召されてるんですね。私をヒーバーさんと呼ぶなと何度言ったらわかるのだ。何かの冗談？そうだよね、フーラそう思うよね。こんな時に限って真実が見えてしまいました。ルシェンダ・ヒーバーさんは正真正銘そんな使えないよな。ヒーバーさんだし。黙れ。とにかく皆の前では絶対にヒーバーさんなどと呼んではならん。はーい、わかりましたのじゃ。ルシェンダお姉様が怖いので、わしは隣の部屋に引っ込みます。すまんな、身内の恥をさらしてしまった。今聞いたことは忘れてほしい。それよりも装置の修理は終わったのだろう。早速 英知の冠の賢者たちを召集しよう。英知の冠の賢者たちって誰だ。まあでも一人はあの電車おじさんだよな。放浪か。この装置は遠方にいる者の姿を映し出し会話もできるという優れたものだ。バゼオ、始めてくれ。フォーローだな。誰だ。ちょっと、マジでエイドスさんと、あと一人は。我々が一同に会するのは誠に久しぶりじゃな。そうだ、ブロッケン様は言っておられ。ブロッケン様はあれだ、杖だった人かな。杖を使って腹話術とは、いつの間にそんな愉快な芸を身につけたんじゃ。あ、なるほどね。芸ではないのである、放浪様。我が輩は、天様の意志を代弁する世界にただ一つの喋る杖である。わしは騒がしいのは好かん。本題に入ってもらえんか。賢者なの、あなたたち。相変わらずクールすぎるの、エイドス。
そんなんじゃ女の子にモテんぞ。わしらを呼んだ以上、レンダーシアに重大な事態が起こっているはずじゃ。黙っておれ、ホーロー。英知の冠の賢者諸君、賢者エイドスの言う通り、今我々は大きな危機を迎えている。大魔王マデサモーラは我々の世界を自ら作り出した偽の世界に侵食しようと企んでいることが判明した。その企みを打ち破るため、勇者姫アンルシアに覇者の秘技を得得させるべく諸君らの協力を仰ぎたいのである。諸君らに託された覇者の秘技の試練、それを解放し勇者姫アンルシアとその盟友に与えてほしいのだ。おお、ついに勇者が盟友を得たか。我々英知の冠の使命を果たす時が来たというわけじゃな。うん、かねてより我々は覇者の秘技の試練の準備を進めておった。すべてはこの時のためじゃ。ブロッゲン様は覇者の秘技の試練の準備は最終段階にあると言っておられる。勇者姫アンルシアよ、覇者の秘技の試練は厳しいものとなる。覚悟はできているのじゃろうな。はい、賢者の方々、勇者として力の限りを尽くし試練を果たすことを約束いたします。お主ならば必ずやアンルシアちゃんを助けてやれる。試練なぞノープロブレムよ。話は決まった。英知の冠の賢者諸君は覇者の秘技の試練解放を急いでほしい。では解散とする。今回私からの依頼を見事果たしていただきましたので、報酬としてこちらをお納めください。やった。オッケー。ほいで。覇者の秘技の試練については私からお伝えすることになっています。いつでもお声をおかけください。なるほど。じゃあ覇者の秘技を早速やっていく必要があるというわけでございますね。装備とか整えたいんだよな本当は。あ、再びトーマ兄様に立ち向かうことになったとき、私に兄様を倒すことができるの？勇者としての使命に怖気づいたのか？お、出た。今からでも遅くはないぞ。私にお前の勇者の力をよこせばいい。それはできません。たとえどんな苦難が待ち受けていようと、私はもう戦いから逃げたりはしない。一緒に戦ってくれる人たちもいるわ。ならば覚えておけ。お前が勇者としてどこまで戦えるのか、ずっと私が見ているということ。お前の心が折れたその時、私が勇者の力をもらい受ける。その時を楽しみにしているぞ、アンルシア。勇者よ。私は勇者としての使命を果たすわ。命に代えて私を守ってくれたトーマ兄様に報いるためにも。この
間は情けないところを見せてしまってごめんなさい。でももう大丈夫よ。これから覇者の秘技を身につけるのに落ち込んではいられないわ。よし、ミルトのところに行けばいいのかなと思ったんだけど、ちょっと時間が中途半端だな。まあここで終わってもいいんだけどさ、一旦。あれ、これどこだ。クエスト受注して、まあ一回受注するか。ここ、こっちか。ってことは一回か。ちょっと待って、一回見るか。戦歴でクエストリスト。うん。なるほど。一回回復した方が良さそうだな。一回回復するか。寝ないとね。まあでも、とりあえず装備とかも何回も言うけど、装備とかも調達したいし、レベル上げもしたいしと。あ、そうだ、どうしようかな。あのさ、ピラミッド行きたかったんだよな。どのタイミングでピラミッド行くか、ちょっと迷いどころではあるけど、中途半端になっちゃってるからな。今からピラミッド行ってもありかもしんない。どうすっかな、時間的に。な。あ、ピラミッドちょっと攻略するか。そうそう、ピラミッド攻略したいんだよな。偽りの方のこっち、こっち行くか。一回試練の前にピラミッドの解放というか、ここでね、なんか一回行ったんだけど、ここでさ、アクセサリーがもらえる的な感じのイベントがあったんだよね。で、また裏でやるより動画にしたいかなと思って。よし、行きますか、じゃあ。確か。あ、そうだね。で、そう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 、なんか戦うのかなっていう瞬間が結構あったんで、ちょっとじゃあ行きますか。ちょっと待って。メンバー変えるか。どうなるんだこれ。おお、階段が現れるんだ。へえ、なるほど。オッケーオッケー。え、なんかここボス戦とかではないのかな。ほう、このマップはモンスターから逃げられません。何がいるんだろうね。王家の財宝を荒らす者は誰だ。我が眠りを妨げる者は誰だ。秘宝の守護者よ、王家に、仇をなす者、死を与えよ。おー、来たぞ。多分これでお宝探しをしていくんだ。なに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 。え、え、あ、あ、どういうこっちゃ。死を与えよ。え、意味がわからんのだけど、どういうこと、何をすればいいの。え、
第一の、はあ、え、全員倒せってことこれ。一回全部倒すか。ん、意味が分からんのだけど。しかもこれドラクエ3の戦闘 BGM じゃないですかこれ。全力でいきましょう。どうすりゃいいんだこれ。全員倒せばいいのかな。そういうことだよな、きっと。捨て身、精霊の風、あら、あ、強いな、呪い、ナイス。あ、ほんとだ、これ多分倒すんだな、きっと。どけ、煉獄火炎、全部倒せばいいんだな、これな。痛いな、強っ。ガスラッシュ、オッケー、ナイスです。どう、経験値、はい、うまいな。え、すごい、めっちゃもらえんじゃん。なるほどね、ちょっと待って、これ、はあ、なるほど。これさ、あの元気玉使おう、元気玉これ。あ、じゃあこれちょっと時間かかるけど、めんどくさいことしようか。じゃあベストスマイル使うべきだな。ベストスマイル、スマイル使ってこう。勝利を目指して、命令させろ、戦う、普通に戦っていきますか。ギガブレイク、ギガスラッシュ、いいダメージで、ここ煉獄火炎、楽しい。これレベリングついでにめっちゃいいやん。ベストスマイル、うわー強っ、ナイス。聖剣爆撃、まあ、ギガブレイクでいいかな。あ、ギガスラッシュ、いいダメージ、煉獄火炎で、ベストスマイル、強いな。よいしょ、ギガスラッシュ、はい、落ちていくと。どう、これで結構経験値、あ、うまいな。でもらえるんだ、うわー、これ熱いわ、すごいいいシステム、いいシステム。なるほどね、一旦このエリア全部倒して、で、なんか宝箱がもらえないのであれば裏でこれ進めるか。いいな、すごいいい。違う、ここで85くらいまで上げたい、できれば。できればね。いや、ナイスです。煉獄火炎、なるほどね。そう、調べたのよ、どこでさ、この後半戦をレベリングするかっていうの、このピラミッドっていうのがあって、そうだからすごいいいんだと思って、ここね、ガブレイク、なるほどね。あ、強っ、あ、めっちゃ経験値もらえるやん。あ、でもアイテムはもらえなかったな。全員倒しましょう、じゃあこの要領で。へえ、なるほどね、いい、ここ楽しいな。聖剣爆撃、ここギガブレイクでいいか。いやー、どうせなら使っちゃうか、ギガブレイク、多分全員倒しちゃうけどね。いや、強えんよ、3万4000、OK、
ケー、いいね、すごい、ここでアクセサリー作れるんだ。うわめっちゃ嬉しいわ、めっちゃ集めよう。聖剣爆撃、ナイス、ギガブレイク、ギガブレイク優秀すぎるな、ちょっと強っ強っ、おいね、あとは何匹だ、あ、終わった、開いた、はい、なんか財宝がもらえたりすんのかね。全力を尽くします。よし、聖剣爆撃、ギガスラッシュ、うん、ダメージで、煉獄火炎、やばい、フーラに、フーラ死ぬぞこれ、あ死ぬな、これあ死ぬな、あ死んだ、ああ死んじゃった、よいしょ、ナイス、つへへへ、よいしょ、でザオリクして、いや強えんだよな普通に、うわうわ、ナイス、聖剣爆撃、ナイス、ギガスラッシュ、ベストスマイル打つのが結構難しいな、4万もらえるんだもんな、強いな、おーレベル上がった、でけえ、キレが増したみたい、ここだな、レベル上げは時間かかると思うけど、力が湧いてきました、最強に近づいたな、最強に近づいたな、だって強くなるなんて屈辱です、いえ、オッケー、で、あ、やっぱそうだな、ほう、ん、あ、棺の中を調べてみよう、やった、何がもらえるんだ、おお、お宝を発見した、イシスのアンク、黄金のかぶり飾り兜、何それ、イシスのアンク、黄金の飾り兜、何それ、ん、黄金の飾り兜って何、え、黄金の飾り兜使うものなの、あ、へえ、すげえ、なるほどね、装備袋ちょっと捨てるか、ここらへん、え、いらんっしょ、トレジャーコート、トレジャーコートちょっと置いとくか、まあ使わんからいいかマジか、そっか、装備、じゃあフーラにつけさせてあげるか、あ、攻撃マーク下がるんだ、回復魔力ね、あ、じゃあラグアスかな、
守備力はまあ下がってもいいから強いな。よし、じゃあ次のところ行くか。なるほど、こういう感じで集めていくんだね。なるほど、ちょっと楽しくなってきたなこれ。うわー、そっかそっか、これがまだあと6箇所くらいあるから。いいんですか、こんなご褒美じゃん。じゃあここら辺裏で回収しておくか。で、何がもらえたかっていうのを次の動画でね、見せていく的な感じでいいのかな。では今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。